宮城白目っていう宮城原産の大豆を使ってます。手順としては、まず、前日に、浸石といって、豆を洗ってから水につける作業があります。これが一番大事な作業になってきます。ここでほぼ豆腐の味が決まると言われているぐらい大事な、季節によって、水温だったりとか気温が違うので豆が水を吸う、時間温度が変わってくるので、そこから当日、豆をすって石臼ですってから、釜に移して、煮ます。この煮方も、温度だったり時間だったり細かく設定して、気をつけてやってます。すべて豆乳で決まってくると思うんですけど、変な青臭さだったりとか苦味みたいなのはないと思います。しっかり大豆の甘みと旨味が抽出されてるんで美味しいって感じてもらえるのかなと思います。鶏スープを麺に見立てた干し豆腐と崩し豆腐にたっぷりかけた豆腐パイタンは豆腐食堂の一押しメニュー。別添えのレモンと青唐辛子で味の変化も楽しめます。おから手まり寿司はその名の通り、寿司飯をおからに変えたヘルシーな一品。名物の豆腐飯、とにかく映えてます。お豆腐だけで考えればヘルシーだと思うんですけど、まあ、そこに偏らずより多くの人に食べてもらえるような料理も考えてるんで、まあ、お酒も飲める、お酒なしでも楽しめるお豆腐料理っていうのをもっと広げていければなと思います。